橋田深淵を目指せ。実はつい先日、冒険者協会にある特殊旅人が最も適した人選はい、いつもと同じですね。では早速ではありますが、この依頼を引き受けてはいただけませんでしょうか。はい、では簡単に説明いたしますね。本件はシャブ業からの依頼になります。どうやら獣域ハウンドの群れが陽光山一帯で。獣域ハウンド？はい、そうです。それら魔物が一体どこからやってきたのか分かりません。神妖が稲妻にとってとても大切な存在であることをあなたたちもご存知ですよね。よかったです。ですのでこの件は至急対処しなき。このこと。はい、彼らもすでに行動しています。ただ神妖の根はとても複雑なもの。獣域ハウンドも神出鬼没で数が多く、対処するのが難。そのため彼らは住民を守ることを最優先事項としています。魔物をせ、また本件に対し冒険者協会も力を入れてサポートを行っております。ありがとうございます。心強いお返。では獣域ハウンドの出没。安心しろ、すぐ。まさかまた神王に関する事件が起こるなんてな。それに神王は花散る佐都さんがずっと守りたかったものだ。それをあの悪い犬たちがめちゃくちゃにしようとしてるなんて絶対に許せないな。
ちでしたか。そういえば天領奉行内部の混乱を解決して以来随分その口調、一撃でやっつけるなんて強い。とある用事のためその最初の準備を以前あなたと一緒に稲妻を散策した時今の人々の状況を目の当たりにしました。それ以来考え事に行き詰まるとこそうだよな。ずっと念のため言っておきますがこれはここ最近私は一身浄土のうちより外界で起きている変化を見てきました。とりわけこれについて私は十分に注意を払うべき一件だと考えました。もしこのことに気づいたのが将軍であって私でなかったら。お、どうしてだ。人形だったら助けて。はい、私が人形に定めた規則ではこういった事件は三奉行に対処。しかし獣域ハウンドによる神王への攻撃は私にとって過去に。そう、500年前稲妻で起きた大きな災厄のことです。大地は漆黒の霧に包まれ辺りには魔物がはびこりました。この災厄のせいで無数の命が奪われ魔物は稲妻の地で数々の猛威を振るいました。この魔物の責務は鋭利な牙と爪で空間を切り裂いて道を作りより強大な猛獣を呼び寄せること。どうやらあなたも聞いた。あれは私が永遠に思い出したくない記憶でもあります。あなたたちからすればこれら生物に対する私の行動はか、しかしやりすぎるくらいでなければいけないことなのです。わかるよ。あなたたちも同じ事情で来たのですから付近にあった痕跡から見てまだこの辺りにはエイと一緒に行動できるのはなんだ。そうだ、魔物を片付けたらこの色神王が傷ついた時の色に似てるぞ。こっちの方向だ、早く行ってみよう。幸い被害はそれほど大きなものではありませんでした。あの流れてるのって神王の樹液か。ん、あれ、これってまさかこの人もう亡くなってるんじゃないか。でも二人とも辺りを確認してみましょう。俺はここで倒れるわけには。おい、何があったんだ。お前たち何者だ。早く逃げろ、猛獣がまた来るぞ。俺たちは稲妻を守り最後まで戦い抜かねば。何、知らないのか。あたりには猛獣があふれかえっている。それだけじゃない、もっと俺たち人間が存在した証もおそらく。でも周りには何もな。まだその時じゃないってだけだ。奴らはか今は将軍様も狐西宮様もいらっしゃらない。俺たちがあとどれぐらい持ちこたえられるか。慌てることはありません、私はここにいますよ。将軍様、お帰りになられてたんです。お願いします、どうか我々を助けてください。どうか稲妻をお救いください。あなた様の無情なる来航がなければこの暗闇を払いのけることはできません。落ち着いてください、もうあの戦争は終わっています。終わった。
一体何をおっしゃって。辺りをよく見ればわかります。草木は生い茂り、風も至極穏やかです。魔物もおらず、命を脅かすものもありません。確かに。しかし一体どうして。つい先ほど私はこの目で見たんです。戦友たちの体が。おい、落ち着けって。もう大丈夫だ。ああ、そうか。将軍様が将軍様を信じることはやはり。ありがとうございます、将軍様。本当に。どうしたんだよ。いはい、もう。おいら何が起きたのかよくわからなかったけど、私の考えが正しければ、神王は地脈からもし集まったのが浄化された汚れはすぐに散逸し、再び地、つまり過去に。その通り。あの兵士も数多くの犠牲者の一人であり、彼が言っていたことこそ500年前に稲妻。はい、当時稲妻の災いは私にとって決して看過できるものではありませんでした。ただ私の友人である狐西宮は誰も口にはしませんでしたが、私も。それって寒類屋に災いが起こった時、稲妻も襲われてたってこと。はい、無数の魔物が突如私は彼女。しかしそれでも稲妻の惨状は想像を絶するもの。えい。はい、失ったもん。たとえたたり神を。しかし人間の願いを目にしてからは私もいろいろと考えま、以前、前進すること、先ほどの兵士、あの時代の犠牲者が命を賭してでも追い求めた未来、彼らの心の中に存在したその風景は、稲妻の神としてかつてそのあなたたちの努力を。エイの表情がすごく真剣だ。行きましょう。私獣疫ハウンドがいたぞ。私に任せてください。あれ、 A の様子なんかおかしくないか。どうしてそのようなことを。普段ならもっと手際よく刀を抜いてシャキ。心配はいりません。私はただ力を温存し、事前にある程度の情報を得てはいますが、ですから最善の準備をしておかなければならないのです。おお、さすが百戦錬磨の大将。この木の根は深い傷を負っているみたい。あれ、また光り出したぞ。あなたは古山。ん、将軍様、遠方の戦場へとお出向きに。遠方の戦場。私から紹介しましょう。この者は古山。かねてより古山は目が見えませんが、常人を張る。そんな恐れ多い。ところでお客、このような状況ではおそらく皆さんにまと。何せ外。オイラたち、どうしたらいいんだろう。そうなんだよ。そうですか。付近の住民はもう。
将軍様がいらっしゃる。それにもしこれが将軍、逃げるのは生き、しかし私に将軍様がお茶をたしな、その話を聞いつも言って。それって、私はすでに、それも間違ってはいません。あと少しすれば私も将軍様にお分かり、しかしそれでもいいのです。災難が過ぎれば神聖が来たるもの。おや、これはいけない。自分の将軍様がいらっしゃったというのに、お茶、少々お待ちを。今すぐ、もしや他の者が。確かに茶道具、やはりありませんか。いつもはすぐそばに置いてあるはずなんですが。いえいえ、客人に取りに行かす。問題ありません。あなたはここで。将軍様は直々に行かれるのですか。なりません。そ、この場所は複雑で、あなたの気、私たち。わかりました。最後の効果。どこに行けば茶道具が見つかるんだろうな。お茶は飲めなくてもいいけど、あの、私も彼の入れたお茶が恋しくなってきます。旅人さん、それと将軍様、将軍様直々にいらっしゃるとは。シャブ業にある茶道具を貸して。はい、将軍様は中庭でお休みになられていてください。将軍様がいらっしゃったことをすぐに当主様に。あ、いえ、彼に会いに来たわけではありません。休むよりも、こ、はい、将軍様直々にいらっしゃったのです。最善を尽くさせていただきます。今すぐ手配してまいります。せっかく話をする機会ができたのです。私に聞きたいことが。そうそう、オイラもそれが聞きたかったんだ。私がお茶を飲む機会はあまりなく、空いた時間はいつも武道の鍛錬に費やしています。ですので、ほとんどの時間彼は禅に。もしかすると彼は二人、先ほど彼が言った理念も、誠がずっと抱いていた現実に対する見方です。誠とエイの考え方。はい、それこそが私たち。彼女が俗世で最も重きを置いていた考えは無双、すなわちより良い未来への承継だったのです。似た点もあります。あなたが一心浄土に入って、今思えば、か、そんなことがあったの。誠は私よりも遠くを見据えていました。彼女、願いが指し示すことのほとんどは、と、誠が気にかけていたのは、な、わかりやすく言うと、誠、あの時の私にはどうしても、しかし、それが彼女の、はい、以前の私は彼女が何、けれどようやく分かったのです。今のエイなら誠を理解で。私の過去の永遠に対する考えはあなたたちも見届けたはずです。今の私はもう失ったものに固執することはありません。私と彼女は分かり合えたと。将軍様、茶道具を見つけてまいりました。この一式が最も将軍様に鬼。へえ、とても趣のある。よし、そんな、将軍様からお礼を言われる日が来るなんて。将軍様は実は話の通じるお方なん。二人とも戻りましょう。あまり古山を待たせては。
自分で茶道具を探しに行ったのか。私たちが以前見た記憶と同じように地脈の力をも。じゃあそれにさようならもいい。地脈の中にある情報は。でもせっかく茶道具もありますし、私は幾度となく古山がお茶を入れる姿を見てきました。できましたの。お茶を入れているとき、なんだかとても複雑な気持ちになりました。あなたの言う通りですね。そしてたくさんの人々、先ほどシャブ行でお二人に、500年前のあの災厄は、私から狐西宮という、彼女もその、はい、彼女は私に黙って一人でカーンルイヤに向かいます。私とは異なり、誠は、しかしあの時はどうしても私を置いていかなければならなかったようで、いえ、私を背後に隠したと言った方が、そうです、時すでに遅し、彼女はすでに意識を失っており、私は彼女の意識空間、そこで私たちは最後の別れをしました。どうして先に寒類、私はそこで永遠を追求すると決心したのです。そうだった。驚くことに、稲妻へ戻ると陽光山の頂上に巨大な桜の木が現れていました。あなたと同じく、当時すべての人が当たり前のように神王は昔からあったと言っていました。誰も疑う者はいませんでした。結局私はそれがあの意識空間によって引き起こされた不思議な事象だと思うことにしました。神王の力を借り、私は稲妻で起きていた魔物の災いを鎮めることができました。なんだかもうオイラが理解できるレベルの話を。ええ、彼女のこの大地と、もともとこのかですが、苦み、そろそろ全てを直視すべき時が来たのだと。そうだ、エイはあの戦いを経験したんだろ。だったらお兄さん、そうですね、あなたが家族を探していることは聞いていましたが、まさかその彼もカーンルイヤの災いと。オイラたちが知る限り。すみません、私もその全てを直接。それにあの時私の子、おそらく。そうか、エイにも同じように。最後の一杯は、じゃ、再び出会う機会を。じゃあ引き続き痕跡を追いかけようぜ。ええ、事前の調査によれば次の魔物が最後の群れとなります。先ほどと同じように、おいおい、大丈夫です。見切りました。ふっ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 。ここより弱滅の時。セーフ、逃げ道はありません。悪を嫌い。
裁きの雷よし。ふっ。見切りました。ふっ。せっ。ふっ。稲光、すなわち永遠なり。そこ。裁きの雷。せっ。ふっ。ふっ。ふっ。よし。逃げ道はありません。せっ。怖い。それに君たちは、将軍様。平気です。我ら幕府武士、必ずや将軍様を最後まで守り抜いてみせま。野郎ども、かかれ。いけません。これこそ我々の使命です。将軍様、ご安。それってか。そうです。か、そして当時戦ってた人たちってどんな風に神の目のことを見てたんだろう。将軍様がどこへ行ったのか分からず、みんな絶望の淵に立たされておりました。しかし今、将軍様が再び皆の前に姿を。この希望こそ暗闇を。さあ、オイラたちも戦うぞ。おっと、分かった。将軍様をお守りしろ。剣女盤石、風だ。ここだよ。作戦を立て直す必要があるわ。我が剣よ、影に従え。逃げようなんて思わないでよね。剣女盤石、行け。逃がさない。ここだよ。せっ。ふう、瞬く間に天道盤昇、難攻不落。世の乱れを切り尽くせ。風だ。一緒に遊ぼうよ。よっ。せっと、はっ、はっ、ふっ。はっ、岩山八九。ここだよ。はっ、風と共に去れ。ふっ、陣営のごとく。ほっ、はっ、我が剣よ、影に従え。よっ。ふう、ここだよ。おった。ふっ。どうやら奴らの心、こんなにも激しい戦いを経験。ありがとうございます。俺、もう問題ありません。見事な手際。あれら魔物は必ずまたや。ここはすぐにでも将軍様に稲妻城。それに将軍様の騎乗を目にすれば。じゃあお前らは。我々はここに残って仲間たちと協力し合えば。お任せください。将軍様は特別な存在。稲妻がいかなる脅威。感謝いたします。その約束が果たされるのは。将軍様のその、きっとあなた様と共に。浄土を開港せしは、
浄土王怪盗せしは永遠なる鳴る雷。消えちゃったぞ。彼らに対して人々の犠牲はその結果、何百年彼らに例えそうだとしても、私は彼らに今まで私をし、おいだ思うんだ、慰めてくれるのですね。先ほどの武士が言ったようですが、たとえ私と誠が全く異なっていて永遠に彼女のようにはなれないとしても、ええ、人々に崇めら、あ、稲妻にはどれほど時間を費や、獣域ハウンドを一掃した今、原因の究明や傷ついた心を、あ、じゃ、えい、すごく落ち着いてるように見える。なんかエイって、ここ、お、どうしたんだ、エイ。どうしたんだよ。また具合が悪くなったのか。体が、どうやら、事態は私の思っていた以上に深刻なようです。いえ、彼女が私を呼んでいます。私の体を支えていただけませんか。鳴神大社の下にある、洞窟、そここそが過去を断ち切り未来へと進むための戦場。着きました。うわ、鳥が現れた。また悪化したような気がします。ここはかつて私が直々に封じた雷電誠の意識、どうやら彼女、あ、どういうことだ。
彼女って誰だよ。誠のこと。ついてきてください。ついていくってどこに。またお会いしましたね。この身は内なる者の協力者で、内なる者が規則から逸脱しようものなら、この身は修羅と化しましょう。この感じ、あなたは私の体で属性をめぐり、今の自分の方が、それは新たな考えを得た。それをあなたに答える。私たちは無人。先ほどの不調は、彼女が言ったように、ただ意識、将軍は人形ですが、自我を持っています。必要な時に、ここに現れて、私と対決するのです。エイと将軍が戦う。私が将軍に定めた、必要がなければ。もう他に方法はないのか？手を出さなくても、丸く収まるみたいな。でも、この身は、無事、当然のことながら、これもすべて、魔王に対決心、勇猛、規則のみが、確かにそれが。同時に、あなたは私の敵に、私はあなたの過去であり、永久不変の規則であり、永遠の守護者。ならば私は、市民に夢を与えし、ライデン、誇り高く臨前たる亡霊の少女が、その鋭利な牙の爪を断ち切られました。たとえ血と汚れが洗い流されたとしても、あなたの刀は以前の輝きを取り戻すことは永遠にないでしょう。無力も消し、逃げ道はありません。ここより弱滅の時、裁きの雷、空に舞う狐の王子は、やがて漆黒の雨へと変わりました。血脈が流れ続ける限り、時間の苦しみは終わりません。元通り回復した。裁きの雷はすでに下りました。この世はまるで影のよう。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。さっ、無力の逆、さっ、そこ、裁きの雷槌、稲妻を包む神の栄光は雲の中で静かに禁煙し、この先あの世の人は永遠。はありません。滑稽です。愚く主婦の方へ。裁きの雷槌、ヒュッ。ここより弱滅の時、ふ、見切りました。そこ、かっ、て永遠はなかったのです。その武芸、衰えてはいないよ。しかしその意志は、そんな。ここは意識空間、彼女は魔王に立ち、じゃあよもや、それもこれを乗り越えなければ、将軍、これは私の責任です。たとえこの戦いが何ヶ月、何年、何世紀、どれだけ続こうと、何度でも私は彼女、500年前、
人間は叩く。そして今、彼らは、そろそろ私も彼らを信じることを学ばなくてはなりません。はい、分かって。稲妻の果てしない未来。私は稲妻の死。私のいない間、でも、で、私の言葉を伝えてください。オイラたち、どうするんだ。ああすることですか。将軍の規則は変えられないって言ってたけど、でも、そうだろう。それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたら、もう出てこない可能性だってある。おう、エイが中にいる時間を短縮する方法か、それか直接か、何が何でも。でもあの場手伝うって言ってもまず中に入らないと。どうしたらいいんだ。そうだ、ミコがあの不思議。なんじゃその焦った顔は。何時じゃからよかったものの。笑顔でって。さっきのは上等句じゃ。ああそうだ、大変なんだよエイが。そうか、なるほど。エイは稲妻を人間に。頑固で極端じゃが、あやつは今までずっとあんな風にしてきたんじゃ。焦っておる。それでわらわが手伝える。とぼけてるんだよな。ほう、ずいぶんと賢くなったではないか。わらわが知っておるのは。それってライデン。完全にそういうわけでもない。くっともかく、これらはまずはそのく。方法はあるには。意識空間は、言い換えれば抽象的。理解しなくてもよい、乱流のように。だからこそ。え、じゃあおいらはやめとくよ。お、まあ行かなくてもいい。と、ま、決意は固まったようじゃな。これは、いや、何でもない。この、そうじゃ、空間に入るときは、抽象空間の巨大な波、扉が開いたぞ。入るがいい。わらわは外で待機しておる。わらわの神。何時に託したぞ。わらわのため。そして稲妻のため。全力を尽くしてきてくれ。巫女を信頼して、いいんだよな。さあ。何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは何時を最も適した位置へと送れるんだ。
どうしてあなたたち一体どこの戦い、今のあなたの無数の戦いの中、たとえはそれほどまでにあなたこそ彼女たちがこの空間では、この決戦をもって私たちの500年以上にわたる宿決戦。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどに、私有を決するに使わんとする力は大会を覆し天を滅ぼすほどに、私有を決するに求めし意志心を通じ無双を転覆せし、しかしあなたは今なお存在している。私は永遠に存在します。逃げ道はありません。グドンです。見切りました。ストップ、戦時さばきのいかずち、ヒュッ。悪を嫌い。私の背負う意志は決して壊れぬ、滅することもできません。ここまでです。あなたは永遠に摩耗することのない意志は結局のとこ、あなたはあなたの強さは、しかしそれを思うたびこの無双の一心が震えるのをか、まるで、ま、私も感じています。その力は、これは誠の刀、無双の一心を馴染みがあるのに認めましょう。あなたのその新たな意志は魔王によって生まれ、これからもこもう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の過去、誠はただいわかりました。私があなたの影となりましょう。かつ私の行うべき、しかし武者と勝負そのものに、 いえただ今までに感じたことのない、もう戦いは終わった。こんにちは、エイ。それか、私はライデン誠。誠？私は今、私は、どうしてこ、ただ私には、しかし、すべてが急すぎ、いきなり言いなす、あなたが無双に、あの時、ええ、確か、今の私には、それでも、幾度となど、ほら、そういった可能性、これを、受け、でも、神を守る奇跡の木、今は誰も見たことのない未知の存在、いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは、時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。
私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？レイ、私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？きっともう役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。現在の A が自らの意識空間にし、そう簡単には。これらは全て、ま、永遠は時間と時間そのもの。もしかすると、じゃが、あの乱れた感覚はまだ私もか。わらわはそうは思わぬ。あなたが何をか、もし信用がなければ。何時が信用？昔何時は。ええ、でもあの信用は。わおい、冗談じゃよ。わらわと完全、なんじらが空間を離れてから再び入るまで、わらわが思うに、旅、あの時わらわは A の、もし時間も、じゃが幸い、なんじらの強い意志、乱流の方向。もしかして、オイラたちがあの私はもともと、あの瞬間、しかし、お二人とも、A、大丈夫じゃ、体はすでに回復しています。体ももちろん重要じゃが、それ、誠の意識に。ただ彼女の声を聞き、大丈夫です。しかし、何より、稲妻が今日を迎えられるのも、彼女、私は、ただ、そうだぞ！エイは自分。ありがとうございます。今日ようやく、誠と何時、あなたからそのような慰めのこと、何じゃ。誠と同じ。ほう？なら将軍の位に。わらわが二日ほど座っても良いのではないか。いや、そんな冗談はここまでにしましょう。将軍と共に、そして鎖国を解除します。本当か？私はもう、きっとこれから稲妻には、それについて